さあやっていきましょう、七英雄愚人士戦。うわー、なんか剣がすげえ。剣に顔がある。そしてねじられている。これはスムージー、もしくはハンターハンターグジンシーさんはね、なんとね、名前の由来教えていただきました。グジンシー、スービエ、ダンターク、ノエル、ボグ、オン、ロックブーケ、ワグナス。いつの日か彼らは戻ってきて再び世界を救うのだという、これを彼らの名前の由来、マジで公式に置き換えるとこうなります。新宿、恵比寿、五反田、上野、新大久保、池袋、品川、いつの日か彼らは戻ってきて再び世界を救うのだという山手線おい、グジンシー山手線だったんだが、新宿駅らしいんだが、かっこ悪。さあ本気で行こう。ジェラールはまあ一発しか撃てないが、ファイブを撃っておき、ベアタン、パリ、ジェイムズ、巻き打ち、井戸ブレ、まあ撃っておくか。イント下げが意味あるのかどうかがわからん。62結構強い。巻き打ち2段、イルストーム、待って3人、毒、顔色が悪い、毒か。あー、状態異常は治せん。回復はもう一旦粘りたいな。パリーがあんまり意味をなしていない可能性がある。うわー、毒系か。あー、足んねえし。いやー、回復のターン迷うな。レオンは回復してあげよう。ジェラールでお父ちゃん回復。パリー意味ねえかな。一応もう一ターンだけパリーしよう。剣持ってるしね。うむ、これはたまらん。やめて。2段、ジェラールでもう一、あ、違う違う、僕じゃない、ジェラールで一応ジェイムス回復し、パリあんま効いてない感じがするから殴るか。105、ナイスナイス。傷薬で毒治ってるね。ロマサガ3と同じしようか。おい、待て、え、負けイベ、そりゃないよ。ビクトールの時もそれやってたけど。ジェラール、はい、ここにおります。お前が次の皇帝だ。お前は愚人士と戦わねばならん。はい。だが、ああ、なんだっけ、オーアイーブが言っていた伝承。はい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 。いやー、どっちだろう。はいっていうか、はいはいっていうか、はいはい。こっちかな。あはー、違う、もっと真剣になるのだ。あ、女魔導士伝承、強い意志があれば志と能力を受け継ぐことができるのだ。あの女が何者かわからんし、ただの出任せかもしれん。しかしお前とこの国が生き延びていくには、この方法に頼るしかないのだ。奴の必殺技ソウルスティール、見切った。父上、まさかそのために愚人士と戦ったのですか。ああ、見切りをゲットするために、あの女ぎつめ目が父上をそそのかして。ジェラール、私のことなど取るに足らん。伝説では父英雄は世界を救ってくれるというが、実際はどうだ。あの愚人士には世界を救う気などないようだ。確かにね、やつが偽物なのか、それとも伝説が伝説に過ぎぬのか。どちらにしろお前は強力な七英雄に立ち向かわなければならんのだ。やつが
クジンシーのように残忍なやつばかりだとすれば、やつらがクジンシーのように残忍なやつばかりだとすれば、七英雄を倒さねば世界の統一も人々の平穏な暮らしもない。お前は自らの人生を捨てて戦う決意はあるか？はい。今度は一発はい。優しい優しきジェラールが成長していく。力を受け継いでいくのだジェラール。私の魂は共にあるぞ。さらばだ父上。父上、皇帝継承ジェラール。うわー、なんかある。 LR は特に何もないから継承する。この力はみんなビクトル様に続いて閣下までも。ゴブリンが攻めてきました。ここにつけ込んできおったか。もはやこれまでか。父上、お守りください。落ち着け。あっ、かっけ。ジェラールが成長している。モンスターの数は城壁が破られるほどか。いえ、町を略奪しているだけです。よし、撃って出るぞ。ジェラール様がかっこいい。ヘクター、ジェラール様とご一緒しろ。選べる。待って待って、私はアンドロマケがいいっす。なんで？お前嫌なやつだな。ジェラール様が皇帝じゃ、この国もどうなることやら。貴様、わかった。ヘクターの言うことももっともだ。誰か他の者と行こう。おお、皇帝陛下の初陣じゃ。お、父の意志を継いで。あと1枠空いてんだよね。アンドロマケ。いやー、めっちゃイベントが熱い。ロマンサガ2、シナリオ熱すぎる。現在我が帝国にはさあ、ここにこうではない収入があります。3400しかないの。いや大丈夫、あの私のあの町には無限にお金が、お無限にお金をさ、錬金してくれる金持ちさんがいるんで問題ないっす。私の収、あのこの国の収入に関しては。さあアンドロマケ、私たちは優れた戦士にしかついていく気はありません。お前もかーい。嫌なやつだなお前ら。そしたらね、ガイル。弓はね、もういるんだ。違う。戦士。待って、ここ戦士か。バイソン、何よ。いや、声かけとるやん。来いや。もしやこれは何、4人で行けってこと？仲間になんない。あー、4人で行けってことなんだ。加わらない。あー、仕方ねえな。いやでも加わらなかったらさ、陣形やばくない？フリーファイトしかないよ。そんなことある？ついてきてくれないのであれば、傷薬たくさん、森の精液2個くらいだし、術ポイント回復、術酒4個くらいだし、あと傷薬たくさん持ってでいこうか。あ、鋼鉄の鎧入ってたんだ。なるほど。ソウルスティール見切り持っている。
伝承した父の命と引き換えに。そうか、これでも極意化とかではないのかな。入れ替えで他のキャラに持っていったりはできない。覚えたりもできないもんね。なるほど、ジェラールにかかっていると。あ、っていうかそうか、父親の形見がもう倉庫に入ってるのか。鋼鉄の剣とかは優秀じゃないか。ちゃんと脱がせなくても残ってたわ。そうしたら形見の剣にジェラールしてやるか。おい、ジェラールなのか。もうちょっとさ、攻撃の役に立つやつに形見の剣を。いや、しかしジェラールだよな。父親の剣はジェラールに。おお。ゴブリンですよね。普通に町を闊歩している。なんだこれは。特に襲ってくるわけでもなく、でもなんか全滅させた方がいいんですよね。わ、来ました来ました来ました。いや、ジェラール助けなければいけない。これは国民をやっていこう。私、人形が4人なんですけども、いけます。めっちゃ多いやん。これ卑怯じゃない。いや、どうしようか。ゴブリンだったらジェラール2段切り覚えてる。そうか、つえ、父親を継承している。いやー、鋼鉄攻撃で落とせる気もするな。ちょっとここは節約していこうか。巻き打ちは技ポイント少なくてもいけるから。あ、デタラメやんじゃん。これ全体やん。強っ。ナイス。さて、巻き打ち当たんないのよね。デタラメや当たれば強い。お、さすが形見の剣一発。むしろベアが一発じゃないのか。しかしゴブリンはもう攻撃で十分だな。これはサクサクやっていきましょう。いやー、ジェラールかっこよくなったよな。鍵がかかっている。そうだよな、私ジェラールです、ジェラールです、みたいなこと言ってさ、ゴブリンかもしれんもんね。それは開けてくれない。お、影縫い。いやー、でかいでかいでかい。一撃必殺ですよね。おお、ゴブリンか。強い可能性あっかな。巻き打ちだけは打っておくか。影縫い、麻痺か。そうか、一撃必殺ではなく麻痺か。一応後ろを狙っておくか。前落とし。あ、そうか。つえ。何の問題もねえな。こっちにはいな。あー、これお父さんの墓石とかが。あ、でもここ共同墓地って書いてあったもんね。さすがに皇族はこんなところに埋められたりはしないんだろうな。いや、でもあえてさ、皆と同じ待遇をみたいな。いや、そんな父さんだった気もするわ。この辺りなんだよな、今のところ何もない。え、ゴブリン復活した。ちょ、ゴブリン復活したんだけど、これは何、全滅させるっていうことではない。オッケー、これで終わった。入り口のやつらを倒したら終わると。ジェラール様の力を見くびっていました。お前はヘクターか。あんな暴言を吐いたからにはどんな処分でも覚悟しております。お前には暇を与えよう、ゆっくり休めってさ、メルヴィルの皇帝だったら言うよね。お前が横領などするはずがないことは私がよく知っている。しかしお前が反省せねばならぬのはこのような事件が起きたことだ。分かったらおとなしく謹慎せよ。お前は働きすぎであった。少しは骨休めにもなるだろう。
皆の者、ご苦労であった。イケメンすぎるだろう。気にしなくていい。私自身も驚いているのだ。自分の力にこれからも共に戦ってくれ。何かに目覚めた。はい。襲ってきたゴブリンたちの住処が西にありますが、どうしますか。あー、ソーモンへ行く。いや、まずゴブリンだよね。いや、クジンシー、真珠クジンシーも気になるが、ゴブリンを解決しよう。お、かっこいい。総門攻略の前に後方の安全を確保する。かっこいい。皇帝っぽくなってきた。でもなんかポーズはあれかもしれない、変身の仮面ライダーみたいな感じになってるけど、ヘクターもなんかさ、え、連れて行ってください。え、あ、しまった。でもヘクターじゃなくてさ、わー、待って、この流れ、しょ、ヘクター解雇したい。待って、アンドロマケ、え、待って、え、オライオン、あれ、ここがヘクターではなかったっけ。俺さ、アンドロマケがいい。いや、声かけたって。違うの、あなたが良かったの。だけどさ、なんかさ、勝手にさ入ってきたやついんの、このなんか派手なやつ。あ、どうすんのよ、入ってきちゃったじゃん。あれか、ちょっと待って、詩人にさ、てかあれだ、解雇してもらおう。ちなみにヘクターの装備はというと、あー、体験、鉄の鎧、うん、微妙だな。あなた、もうちょっとあったかもしれん。いやー、かといってあんまりないか。うーん、タブレットクリスナイフ。いや、戦士にさ、もうちょっと何かいいものをつけてあげたい気もするが、微妙になってしまっているな。みんな鋼鉄の鎧、鉄の鎧。いや、でもいいか。今、このメンバーになったということは、インペリアルクロスが使えるようになった。ベアを固めようか。ベアをこれを前に出して、前回の感じ、中央がいいんじゃない？狙われにくい。左右は特に何もなく、一番後ろが、自動防御か。こう、火力は真ん中、左右に持ってこよう。ん？待て。ジェラールが、ここ変わるよね。ジェラールが、ジェラールがさ、そこ譲らないんだけど、なんで？皇帝は中心にっていうことか。ああ、そうなんだ。狙われにくい。そしたら、テレーズ一番後ろにして、今結構テレーズにいい装備させちゃってるんすよ。テレーズを、はいで、いや、ちょっと待って、なんかテレーズを抜かすっていうのは、あまりよろしくない雰囲気もあるが、女の子だし。まあ仕方ないよね。ちょっとさ、ヘクターの装備とかを優先しようか。っていうか、そもそも、ベア、まあそうも欲しいか。ベア、これでいいか。よし、こんな感じにしようか。ヘクター、防御16。ジェラール18。ジェラール硬いな。まあでもいいか。ジェラール HP 低いしな。で、ベアが23。ジェイムズ、防御13。ジェイムズ低いか。テレーズが逆に硬すぎ、12。ジェイムズ、何が低いんだ？タブレット、ライオンヘッド、23。スネ当てか。スネ当てをジェイムズのタブレットにしてあげるくらいで、ジェイムズ15か。これで、ん？あー、そうか。装備枠的にはやっぱりここはタブレットの方がいいのか。アクセよりはスネ当ての方がいいもんな。仕方ねえ、こうなってしまうのか。まあ悪くないでしょう。ロングスピア使えるんだね。やりスキルなくね？待って、なんでロングスピア使えんの？ヘクターは何？技は二段突き。はー、うん。これ、剣形覚えてない。なんか面白いね。技は槍持ってんのに、スキルは剣っていう。まあ、一応両方持たせておくか。なんとなく、スキルが高いんだったら剣を育てていきたいような感じはある。いや、
ヘクター HP 低いのか、待て待て、ジェラールが意外と高い。いやちょっとすまんね、なんか結構迷ってしまってるが、待て待て待て、そうなのか、いつまでもジェラールを弱い子だと思っていたらいかんかもしれんね。これはもうちょっと考えよう。そう、ジェイムズっていうか、そもそもヘクターにもっと防具を集めないと、実はやばい。はあ、そういう感じなのか。クリスナイフとかにして、クリスナイフな、効果がいまいちよくわかんないんだけど、状態以上に強いみたいな効果があってほしいよね。シルバーリングは眠りから守る。おお、新しい体験を開発したいと思います。一時100、1000万、10万、40万クラウンだと強っ。でも体験キャラいるし、なんかさ、100万くらい金庫にあったよね。っていうか、うちのさ、町にはいくらでも無限にお金を錬成できる人がいるんで、これでかいな。戦闘回数とかで開発してくれんのかな。で、一応バーにちょっと寄って、あれ、ヘクター、待って待って待って、なんでヘクターいるん。オライオンだった。オライオンさ、ちょっと待って、オライオンいろんなとこにいない？さっきなんかいたよね。アピールしてきすぎじゃない？オライオン。アンドロマケが良かったんだけど、そしてさ、多分なんだけど、これ、そうだよね。前回立ち寄った時もそうだったんだけど、これ仲間外せないんだよ。多分、ロマサガ2は、バーとかでは仲間を交換できないシステムなんですよね。LP 削るしかないのか。これは何、全員詩人システムなの？やだってやつ、みんな。ちょっとそれは厄介すぎる。そしてあともう一個気になっていたのが、これさ、みんなの LP が、ベッドで寝ても回復しないんですよね。宿屋で寝たら回復するのか、これは。満月で、なんか月の名所っていうのが、後々何か聞いてくるかもしれない。え？それでも止まる。仕方ありません。なんか一人ベッド空いてない？あれ、誰が寝てない？ヘクターじゃない？ヘクターなんで寝ないの？あれ？ジェラール様が、寝ている間は私がお守りするみたいな。マジか。っていうか、あれか、一人だけこんな安いベッドには寝られんっつって、宮殿帰ったか。ヘクター、この野郎。そして、回復せん。そうか、結構鬼畜だな。死ぬ前にもう一度、ビクトール運河。ビクトール運河を見ておきたいものですな。これ、ビクトール運河が、場所が判明したっていう感じじゃない？しかし、ビクトール様の話をしてんのかと思ったわ。いいね。なんか、ジェラール校とかあんのかな？みんな王族の名前がついたりしている。で、ちょっと回復していこう。これ、いくらもらってるんだろう？本当にさ、増えてるか怪しいよね。増えてないと思うんだよな。多分増えて、一応確認する。どこだっけ、あ、ここか。前回さ、ちょっと見つけたんですよ。ここで確認できるんすよね。一時100千万、10万、90万でしょ。ちょっと待って待って待って、これはすごい。1万2万数えきれない。うわー、増えてないっぽいな、これは。マジか。当たり前か。お金を数えただけで、奪ってはいないんだ。なるほど。しっかり、こっから税金を取ろうというのを確認しただけっていうことか。さあ、後方の安全をと言いながら総務に行くっていう、さすがにないか。ウォッチマンではなく、ゴブリンの穴。一応セーブしていこう。うわー、カエルの王様。何それ、なんか強そう。いやー、一応な、技ポイント回復は持ってきてはいるんだよな。ちょっと初見の敵は怖いから、本気出しておこうかな。どれだけ強いか、36。そんなでもないな。
むしろ吸血の方が痛い可能性すらある。なに、巻き打ちをひらめた。これはコスパがいい。ヘクター強っ。オッケーオッケーオッケー、いい成長をしている。うわ110。待って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 、死ぬ。ふざけんな。待って待って待って、クソ強い。ガチでいってんのか。いやしかしあの位置は狙われにくい。あぶねえ。いや雑魚が雑魚じゃねえわ。そしてここは何もないの。マジ言ってんのか。来た意味なかったわ。いやーロマンサガ2はさ、マジ敵避けんのむずいから慎重に行かざるを得ない。倒していこう。フリーファイトで当たるのが一番怖え。もうディフレクト見切っていく。うわーなんだこのネズミ、マジで強そう。ロマサガ3のネズミとはなんか違う。まあ、あのネズミ教授が作ったから強いのか。なかなかやるな。結構 HP が高え。しかし、まあ攻撃力からしたらなんとかなる感じではあるか。おお、そしてなんか赤いわ、骸骨が。スライムか。そして気になるわこれ。うわー敵だった。ボスかー。油断したー。ロス、ロトンビースト、ローストビーフではない。マジか。そしたらライトボール使おうか。全体影縫いで麻痺させていくか。デタラメや。周り落とすか。デタラメででパリーさんパリーしてもらって、本気でこう巻き打ち。あ、二段切り打っとくべき？うわぁ、ジェラールの行動は迷うが、ここはライボで。うわぁ、微妙か。素直に二段切りやった方が良かった。あ、でも、この選択は良かったかもしれん。雑魚が落ちた。キック、ダメージは？そっちはダメー！マジ言ってんのか。二段切りして、油断しない。傷薬パリーして巻き打ち、巻き打ち。当たんねー。よーし。いやービビった。ボスじゃな、お、なにこれ。ボスセーブしよう。ボスではないがそれなりに強かった。何かが動いた音がした。あー、ここか。わー、赤い骸骨、騙されん。ここは。騙されんとか言いながら、結局回復はしていない。しとけよっていう話だよな、今な。そして、スイッチ踏み、どこかが変わった。あー、そして、宝箱のところに出てくる、エルダーボー、でかい。うわー、10万か。やばいな。単位がやばい、このゲーム。売ってるものはそんなに高くなかったから、おそらくあの開発みたいなところ、あれにめっちゃ金使うっていうことだよね。逆に言えばあそこの装備がメインになってくるのではなかろうか。攻撃力11、7、もう4上がるね。ボーンバイター、なんかやばそう。105。待って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 、油断なんねえな、マジこのゲーム。雑魚が本当にやばい。ちょっとターゲットを集められたら、一瞬で行く気がする。で、ここで帰りのスイッチだったのか、あれは。ワニゲーター、アリゲーター。いや、マジで初見の敵には油断しない。スキル打っていく。やっぱ強えわ。落ちないもんな。ダメージはナイス。パリパリーさんマジ言うの。ここまで来たらあとは攻撃を集めれば一応パリしよっか。大丈夫でしょう。オッケー大丈夫。オッケー危ねえ。
ボスまで行くのが大変なんだが。え、これボス、ボスではない。うわ、めっちゃいるな。あー、一番奥のがボスっていうことか。なるほど。そうしたらボス前で持ち物、森の聖域で技ポイント回復させ、セーブしてボス行こう。さあキング戦やっていきましょう。キングかわいいな、頭の上に王冠乗ってる。さあどうするかといったら、ジェラールの行動が早いんすよね。ライトボールでうまく雑魚が一掃できたら美味しいが、行動順うまくいかないとめっちゃ無駄になる可能性はある。いやー、でもやるしかないよな多分。ライボー全然落ちないけど、あ、暗闇は美味しいか。あー、巻き打ちとかね、後ろに入れたかったんすけどね、キングに。仕方ないこれは。しかし暗闇入ってキング、2段から影縫いにして、でハリーさんして、巻き打ち巻き打ち。あれ、これはいけるのでは。2段だから1回回避されても2段目が入る。雨かける竜のひらめき、2段構えの麻痺が入る。完璧じゃないかこれは。でさらに井戸ブレ入れてパリーして、巻き打ち巻き打ち。二段切りから HP は高いが何の問題もない。当たらねー。そう、一方的に倒していく。327技術点、経験値異常だな。剣術アップ、ちょっとね、剣術のスキルが、術感のレベルが低かったっすね。で、あれか、雑魚シンボルが消えたと。なんかありそう。開けごま？開くわけではないのか。よし、そしたら後方の安全も確認が取れたから、じゃあ、新宿人士かな、戻ろう。さあ、帰還。いや、なんか売り物変わっていたりすんのかな。鉄鎧だもんね。あ、フェイスマスク、ナックルカバー。フェイスマスクとナックルカバーワンチャン強い。これ、詳細見れたりせんの。あー、防御2。あー、防御4。フェイスマスクなんか能力ありそうな気もするが、ナックルカバーはさ、普通に買ってもよくない？防御4は、結構クリスナイフとかよりはいいんじゃないかな。ねえ、ダブレットとかよりもいいし、結構優秀な気がするな。ちょっと3個買おう。え、今買った今。あ、ダメじゃない。はいにして。え、お代はいただけません。何？そんなボーナスあんの？買えばよかった。ただやん。これめっちゃ強いやん。これにしとけばよかった、最初から。買っておけばよかったのか。そうしたらもうちょっとゴブリンの穴、楽だったかもしれんね。ダブレット、ナックルカバー。これでいいんじゃないか？ソーモンの指輪は一応、状態異常防御としては装備しておきたい感もある。あー、なるほど。買い物は重要やな。よーし、そしたら、ノーラ工房めっちゃ楽しみ。クレイモア、プロトタイプの一作。待て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 。クレイモアは、抜走。今一番強い両手剣が抜走16、20。めっちゃ強い。うちの火力はヘクターだから、ヘクターに装備させてあげよう。これさ、こっちは防具っていうことかな。あ、思いつきません。なんかフラグとかだが立つと開発できるようになるのかな。戦闘回数かもしくは特定のアイテム。ロマサガ3は特定のアイテムでノーラ工房進みましたよね。
そしてなちょっとシルバーリングいや防御めっちゃ落ちるか。シルバーリングをつけたいんすよ。眠らせてくる攻撃するやつが今結構出てきていて、さっきそれが一番怖かった。全体眠りなんですよね。狙われにくい人は起きにくいと考えると、ジェラールが一番眠ってはまずいっていうか、眠った時に起きにくい。こんな感じで一応新宿人士戦のためにはシルバーリングではなくて、ちゃんと今のガントレットなんだっけ、ナックルカバーは持っていこう。よーし、そしたら九人士戦に行ってしまっていいのか。何かイベントがあっていくわけではないのか。まあ場所も判明していたし行くか。さあソーモン、今ならミミックも怖くないかもしれんね。うわーノービスかっこいい。何これ、魔法使いノービスかっこよ。そしたら今ね我々めっちゃ強いんですよ。ヘクターさんが多分ヘクター一撃で落とすわ。120、230。ははははやーば異常に強いわ。外しちゃうか。向かうところ敵なし。さあミミック戦、陣形乱された。なぜに、ちょっと乱されたら怖いな。一応本気技打ちまくっていったらパリーしても意味ない。この陣形ならめっちゃ強いんじゃない今我々。あの苦戦したミミックに、やめてーやめてー、ゲームオーバーは嫌、ゲームオーバーは嫌。待て、いや誰が行動早い、自分が一番おそらく行動が早い。自分回復して巻き打ち、よしよしよし、危なかった。マッドバイターやめて。うわーヘクター強、我々強。ダメージ的にはこのターンでおそらく落としきれる。いやーミミック余裕ではなかったね。一応井戸ブレにして、めっちゃ強かったわ。危な。で結局さ何ももらえないのでしょう。やる意味。あーさすがに宝箱が回復しているっていうことはないのか。そうしたらもう九人士のところ行こうか。うわー、ムスタング、マスタング大佐いやー強えかな、若干怖い。一応あれなのかな、ライボとかも使っていくべきなのだろうか。いや初見の敵はマジ油断しない。暗闇にして、ライボ暗闇になるの強えな。あれか、テンさんのやつか、ハゲができる攻撃、目くらまし、ライトボール。うわーナイト、トランプから出てきているっていうことかこれは。さあそしたらナックルカバーに変え、睡眠する敵出てこなかったですね。原住民が睡眠か、骨は多分大丈夫でしょう。なぎ払っていく。さあそしたら森の精気で回復しやっていきましょう。不人士、また来たのか。私の技は見切ることは不可能、なぜなら受けた者は必ず死ぬから。その思い父から受け継いだ。親父と兄貴の後へやって行きましょう。九人士戦、父親の仇、兄の仇。